この事件をご紹介するにあたり、星野道夫さんがどのような人物だったのかを簡単にご説明しましょう。星野道夫さんは1952年に千葉県市川市に生まれました。幼い頃から優しい性格の星野さんは、人一倍の行動力があったため、高校時代にはアメリカ旅行をしたり、森を探検したりと、自然への関心を高めます。慶応義塾大学を卒業してからは、動物写真家である師匠の助手をしながら、カメラワークやアウトドアについて深く学び、英語を習得して単身でアラスカに渡航。そしてアラスカ大学に入学し、10年間のアラスカ生活の中で、カメラに収めた生き物の姿を写真集として出版。1989年には、アラスカ北極生命の地図で第15回木村伊兵衛写真賞を受賞し、1993年には愛する女性と結婚。次の年には待望の長男が生まれました。星野さんの写真の技術はたくさんの人々に認められて、ついにテレビ局が彼に注目します。そのテレビ局とは、現在も人気番組を輩出し続けている TBS で、1993年から開始された動物番組、動物奇想天外で星野さんのコーナーが設けられました。星野さん自身も自分の写真が視聴者を驚かせられるなら頑張ろうと積極的に取り組んでいたそうです。そんな星野さんの人生が大きく動いたのは1996年7月25日のこと。今回お話しするのはとある記録をもとにしています。当時の詳しい内容が知りたい場合には関連書籍や文献などを読んでみてください。1996年7月25日、星野さんは動物奇想天外の撮影のため、ロシアのカムチャッカ半島南部にあるクリル湖畔へ行っていました。当日はテレビスタッフ3名と現地のロシア人ガイド2名が同行していました。その時期のクリル湖畔は多くの鮭が川の流れに逆らって登ってくる時期で、山々には薄い雪が積もっている寒い季節。星野さんは自ら提案企画したヒグマと鮭の写真を撮影するために湖畔のほとりにテントを張ることを決めます。現地ガイドが近くにある鮭観察タワーの宿泊施設の方が安全に撮影できるのではと提案したものの、星野さんは川との距離がかなりあることを懸念し、自らの判断で湖畔のほとりにテントを張ると決めました。そのためテレビスタッフたちと現地ガイドたちの計5名は宿泊施設である小屋に、星野さんは一人で川近くのテントで撮影をすることになったのです。この時星野さん以外の人たちは、川が近いということはヒグマが出没する可能性が高いということで、危険なのではないかと心配していたようですが、それでもこれまでに野生のヒグマと何度も接してきた星野さんが、大丈夫というのだからきっと大丈夫なのだろうと考え、少し離れた小屋から撮影補助する形になりました。しかしその日の夜、その日の撮影が終了して小屋で談笑していたスタッフたちでしたが、現地ガイドが慌てた様子で小屋に入ってきます。その現地ガイドが、誰か食料を漁ったりしていないかと聞くのです。しかしテレビスタッフたちは誰一人食料庫に入っておらず、誰も心当たりはありません。詳しく聞くと現地ガイド曰く、食料庫が何者かによって荒らされているというのです。その場にいた全員で食料庫を確認しに行くと、中はぐちゃぐちゃで、人間ではない何かに荒らされた形跡がありました。スタッフたちの間ではヒグマではないかという嫌な憶測が広がりましたが、その日の夜はそれ以外に特に変わったこともなく、静かな夜を過ごしました。それから2日後の7月27日、星野さんたちとは別のアメリカ人写真家が現地を訪れ、星野さんのテントの近くにテントを張り、星野さんと同じように美しい写真を撮影しようとしていました。そこで星野さんとアメリカ人写真家は軽く挨拶をして、それぞれの作業に戻ります。そしてその日の夜のこと、大自然の中には小屋の明かりがぼんやりと灯っているだけで、聞こえてくるのは川の流れる音や虫の声だけ。空を見上げれば満天の星が輝き、まるで別世界のような素晴らしい場所と、突然アメリカ人写真家の耳にキンキンという、その大自然には似つかわしくない金属音が聞こえてきます。一気に現実に引き戻されたアメリカ人写真家は急いでテントの外に顔を出して、
音がする方に目を凝らすと、そこには小屋の食料庫に登って跳ね回る巨大なヒグマの姿がありました。そこにいたヒグマはだいたい体長2メートル、体重は250キロはあるのではないかと思うほど大きなオスグマ。特徴的だったのは額にあった大きな赤い傷。その迫力と恐怖に圧倒され、アメリカ人写真家は一瞬思考停止になったといいます。しかし食料庫の近くにはテレビスタッフたちが宿泊している小屋があり、その近くには星野さんのテントがあることを思い出し、なんとか自分を奮い立たせたアメリカ人写真家は大声で、クマだ、逃げろと叫びました。そしてアメリカ人写真家は叫びながら手をバンバンと叩き、ヒグマを威嚇します。するとヒグマは人間の気配に気がつき、食料庫から降り、今度は星野さんのテントの後ろ側へと回り込んでしまったのです。この時ヒグマは低いうなり声のような声を上げ、アメリカ人写真家の方を見ていたそうです。アメリカ人写真家は星野さんのテントに向かって、テントからすぐ逃げろ、あなたのテントから3メートルくらいの場所にクマがいるぞと叫び続けます。すると星野さんは自身の危機を瞬時に理解し、持参していたクマよけスプレーを持ちました。アメリカ人写真家が星野さんにガイドを呼んだ方がいいかと尋ねたところ、星野さんから頼むとの返事があり、アメリカ人写真家は急いでガイドのいる小屋へ走り、ガイドたちを叩き起こしました。ガイドたちも危険な状況をすぐに理解し、片手に熊よけスプレー、もう片方の手には鍋などの調理器具を持って、大きな音を出しながら熊に近づきます。熊がガイドたちの方を向いた時、一人のガイドが熊よけスプレーを噴射させましたが、7、8メートルほどの距離があったために届きませんでした。その場所が普通の森や山だったら、命の危機にさらされた場合に仕方なく猟銃で熊を退治するケースもあるかもしれません。しかし星野さんたちがいたロシアのクリル湖畔は自然保護区内であり、いかなる理由があったとしても銃の所持や使用は禁止されている場所でした。そのためその場にいた誰しもが目の前にいる巨大なヒグマを退治することはできません。そうこうしているうちにヒグマは星野さんのテントから離れ、森の中へと帰っていきました。危機一髪のところで助かった星野さん一行でしたが、またいつあのクマが襲ってくるのかわからないため、スタッフたちやガイドたちは星野さんに危ないから小屋の方で一緒に寝泊まりしましょうと提案します。しかし星野さんは7月で鮭が川を上がってくる時期だから、クマにとって食料は豊富にある、ヒグマは飢えていれば人間を襲うこともあるが基本的には警戒心の強い生き物だ、だからこの時期なら人間を襲ってくることもないだろうと、やはりテントで一人寝泊まりすると決断。結局周りが何度説得しようとしても星野さんはテントで寝ることを譲りませんでした。同じくテントを張っていたアメリカ人写真家は熊の危険を肌で感じ、スタッフたちが寝泊まりする小屋の屋根に宿泊することにしました。それから数日が経ち、8月1日には別の環境保護団体がグループで訪れ、星野さんたちと同じ場所でキャンプをしたところ、鮭観察タワーに登ろうとするヒグマを目撃したり、ヒグマに靴を持っていかれたりと、ヒグマ出没情報が上がってきます。8月6日の夜にも星野さんのテント近くにヒグマが出没。しかしこの時は幸いにも近くにいたガイドがすぐに気がつき、近距離でヒグマに熊よけスプレーを噴射したことで追い払えました。再び危険な目に遭った星野さんを心配し、スタッフたちやガイドたちが再度小屋で寝泊まりするように説得するものの、星野さんは自らテントに残るという判断をします。8月6日の夜に書かれた星野さんの日誌には、夜になると一頭のクマがベースキャンプに現れ悩まされる、ちっとも逃げないのだ、肝が据わっているというか何というかと書き残されています。そして8月4日深夜4時頃、静かな山の中に男性の悲鳴が響き渡りました。小屋で寝ていたスタッフたちは飛び起きたと同時に、ガイドたちがテント、ベア、ベアと叫びながら懐中電灯を手に持って走ってきました。あの悲鳴は星野さんかもしれないということで、全員で星野さんのテントまで駆けつけると、そこにはポールが完全に折れ曲がった原型をとどめないテントがありました。そして中を見てみると、鋭い刃物のような何かでボロボロに引き裂かれた寝袋が、
そのあまりにも残虐な光景はスタッフたちをいとも簡単に絶望へと叩き落としました。スタッフたちが星野さんを探していると、一人のガイドが森の中からガサガサと音が聞こえることに気がつきます。そちらの方を懐中電灯で照らすと、そこには体の自由が利かない星野さんを加えたヒグマが佇んでいたのです。星野さんはまだ生きているのか誰もわかりませんでしたが、ガイドたちが必死に叫びながらシャベルでガンガンと大きな音を立てて威嚇しても、ヒグマはその様子を少し見ただけでそのまま森の中へと歩いていきました。誰も星野さんを救出に向かえません。人食いグマを追って暗い森の中に進むのは自ら命を投げ出すのと同じ行為です。しかしそれはつまり星野さんの息がまだあったとしても諦めるということ。でもどうすることもできないスタッフやガイドはその場でただただ立ち尽くすしかありませんでした。その後すぐにガイドが無線で救助を呼び、数十分後にヘリコプターで捜索隊が到着。捜索隊が森の中へ入っていき、空からの捜索も続けられました。そう時間もかからず、星野さんを襲ったとみられるヒグマが空からの捜索隊により発見され、そのままヒグマは射殺。ヒグマの近くには無残に食い散らかされた星野さんが発見されました。この星野道夫ヒグマ襲撃事件は悲しみの声が多く寄せられました。そして動物奇想天外では遺族の意向もあり、星野さんが亡くなる直前まで撮影していた写真や映像をロシアヒグマ王国写真家星野道夫氏を偲んでとタイトルをつけ放送しました。しかしその番組を見た視聴者からは星野さんへの誹謗中傷が多く寄せられてしまったのです。周りの注意を完全に無視して行動したのだから自業自得だ、星野さんみたいな自分勝手な写真家のせいで守るべき動物たちが処分されてしまうんだと。もともとクマは非常に嗅覚に優れ、食料に対する執着心が強い動物です。いざとなれば人間を襲うケースもあります。しかし野生のヒグマとは何度も接してきていた星野さんはヒグマの習性を理解していたため、宿泊していたテント付近に食料を置くことはありませんでした。食事をした後もすぐに食器を洗って匂いを消すように徹底していたほどです。ではなぜ星野さんはヒグマに襲われてしまったのか。実はこの事件には闇に包まれた不可解な点がいくつも見つかっています。この事件の一連の経緯はすべてTBS が事件後に作成した避難報告書をもとに語られたものです。しかしこの報告書ではどう見ても星野さんが一人で無謀な挑戦をしたようにしか見えず、それが果たして本当だったのかが解明されていません。それを匂わせている理由の一つに、現地ガイドやアメリカ人写真家の証言と報告書に書かれている証言の相違点があります。事件後に報告書の内容に納得がいかなかった星野さんの友人らが TBS に対して公開質問状を送付しましたが、 TBS は報告書の一部が誤りであることは認めるが、あの事故は誰も予想できなかったと回答しています。 TBS 側が果たしてどこの誤りを認めたのか、それは公表されていないため分かりません。そしてもう一つ、事件後に重大な問題が発覚します。それは星野さんを襲った人食いグマは地元のテレビ局のオーナーによって餌付けされていたということです。この事実は事件後に星野さんの友人らやクマを専門とする研究者たちが調べて判明しました。そのため完全な野生のヒグマとは違う、人間への警戒心が薄くなっている異常な個体でした。しかし先にも述べたように、星野さんは野生のヒグマは警戒心が強いからむやみに人間に近寄ることはないと認識していたのですが、もしこれが本当に餌付けされたヒグマだったらまた対応も変えなければなりません。そしていつも慎重に行動する星野さんに限ってそんな軽はずみな行動をするはずがないと確信している友人らは、現地ガイドやアメリカ人写真家の証言と報告書の証言の食い違う点を追及。新聞記者などと協力してさらに詳しい調査を行い、星野道夫永遠の眼差しという本を出版。この本の中では当時のロシア人ガイドの話も掲載されており、その話の中で証言の矛盾点が明らかになりました。ここではその矛盾点を3つご紹介しましょう。まず1つ目の矛盾点は、本来クマはテントを襲わないということ。
熊がテントを襲った有名な事件といえば、福岡大ワンゲル部ヒグマ事件です。福岡大学の学生らがテントを張っていたら、テントの中の食料の匂いを嗅ぎつけてお腹を空かせた熊がやってきます。その食料はリュックの中にしまわれていたのですが、嗅覚が非常に強い熊は遠くから食料の匂いを嗅ぎつけたのです。そのリュックを熊に荒らされそうになったために、大学生たちが奪い返そうとして、結果的には3人が命を落としてしまう悲しい事故となってしまいました。この事件からもわかるように、熊はテントを狙うというより食料を漁りに来ます。また、一度自分のものにしたものは自分の所有物という独占欲が強いため、決して熊から食料を奪い返そうとしてはいけないのです。しかし、こうした熊の習性をよく理解していた星野さんは、もちろんテントの中には食料は置いていませんでした。つまり、テントの中に食料もない状態なのに、なぜ星野さんは襲われたのかという点が疑問として挙がっています。二つ目の矛盾点は、違和感のある星野さんの言葉です。避難報告書に記載されている内容では、星野さんが、この時期は鮭が多くて熊も食料に困らないから、人間は襲ってこないだろうと話していたそうですが、実はその反対でした。当時鮭の遡上は例年の10分の1まで落ち込んでおり、星野さんは番組に出せるような写真が撮影できず、いい写真が撮れないから困っていると、アメリカ人写真家に愚痴をこぼしていたことがわかりました。このため、星野さんが本当に鮭がたくさんいて熊は食料に困らないと認識していたのかどうかが疑わしく、報告書に記載されていた鮭が多くて熊も食料に困らないから、人間は襲ってこないだろうという星野さんの言葉自体に疑問が生じました。ただし、これについても星野さんが亡くなってしまっている以上、本当のところは解明できないでしょう。そして三つ目の矛盾点は、スタッフたちが泊まっていた小屋の状況。報告書によれば、スタッフたちが星野さんを心配して小屋で寝泊まりするように注意を促したにもかかわらず、星野さんは自らの判断でテントで寝ていたとあります。しかし事件後、アメリカ人写真家に当時の様子を聞いたところ、現地に入る前に区長から、日本のテレビスタッフと小屋で一緒に寝るようにと言われたが、小屋に行ってみたところ、機材が多いからスペースがないと断られたと話していたそうです。またアメリカ人写真家は、熊の襲撃があった時、小屋には入れないから屋根に登ったけど、その時にスタッフたちからは、中に入ったらどうかとは言われなかったとも言っています。この話から、もしかしたら星野さんは、スタッフたちと機材で小屋がいっぱいになっていて入れないから、熊にも慣れている星野さん自らが引き受けたのかもしれません。また事件後の調査の結果から、星野さん襲撃事件が起きる9年前の1987年に、クリル湖畔周辺で熊が人間を襲う事件が発生していたことが分かりました。それだけではなく、星野さんたち一行が現地を訪れる前から、何度も食料庫を漁るヒグマが目撃されており、当時、人間に警戒心を見せない異常なクマがいたと聞かされます。さらに、この異常なクマが出没していることを現地ガイドは区長から聞かされていたのに、その危険度を理解していませんでした。最初に食料庫が荒らされた時も、現地ガイドは、食料がなくなって残念に思ったが、まさかこんなことになるとは思わなかったと、楽天的な考えをしていたようです。そして星野さんたちが来る前にヒグマが人間を襲う事件が発生していたことも知らせることなくロケ開始。そのような危険な状態だと最初から知っていたら、星野さんもテントで寝泊まりすることはなかったかもしれませんし、ロケ自体が中止になっていたかもしれません。このようにこの事件の矛盾点を探求していくと、当初の自分勝手に行動した写真家の哀れな事故という印象から、人間慣れした異常な個体となったヒグマによる事件という印象に変貌します。星野道夫ヒグマ襲撃事件は、熊を専門として研究し、ベアアタックスという本も出版しているロシアのスティーブン・ヘレロ博士の耳にも入りました。ヘレロ博士もこの事件を、人間慣れした異常な個体となったヒグマによる事件と認識しており、ベアアタックスの翻訳版を日本で出版するときに、星野さんの事件について補償として過失。熊専門の博士としての観点から的確なコメントを残しています。そのコメントの一部をご紹介します。星野を殺したオスグマは、彼が愛してやまなかった野生の動物ではなかった。
星野を襲って死に至らせその一部を食べたクマは、それまでにも人間と関わる経験を重ねていた。このクマはそれまでの経験から人間というのは比較的無害であることを知り、大胆になっていた。そしてついに星野を殺し、その結果銃で撃たれて殺された。星野道夫の悲惨な死は避けることのできた死だった。このコメントからもわかるように、ヒグマの餌付けさえされていなければ回避できた事件なのかもしれません。ただし、何度もクマの襲撃を受けていたにもかかわらず、最後までテントで寝泊まりすることを選んでいた星野さんの判断も命を落とすことにつながってしまったと言えるでしょう。アラスカの野生のヒグマと長い間接してきた星野さんですので、餌付けされたヒグマがどのような行動をとるのか予測できていなかったのかもしれません。ヘレロ博士はこのような星野さんの落ち度も含めて、避けることのできた死と述べたのでしょう。この悲しい事件が発生した当時、各メディアが遭難報告書をもとに事件を報道していたため、テレビニュースで見たことのある方も多いのではないでしょうか。しかし、これまでに遭難報告書の矛盾点が明らかになったように、テレビニュースで放送された内容が全て真実なのかはわかりません。星野さんの友人らが協力して再調査した際に出版された星野道夫永遠の眼差しは、事件についてだけではなく、友人による星野さんとの思い出話や写真家としての姿勢なども掲載されているため、ぜひ一度手に取ってほしい一冊と言えるでしょう。こちらの本の URL を動画説明欄に貼っておきますので、どちらか一方の主張を聞いて判断するのではなく、真実がどこに隠されているのかご自身の目で確かめていただきたいと思います。この本を読むことで、この事件の見方が一変するかもしれません。そしてヒグマを研究し続けて何度も接してきていた星野さんですら、たった一つ誤った判断をしてしまえば一瞬で命を失うこともあります。このような悲しい事故、事件を引き起こさないためにも、自分の知識や経験に高をくくらず、少しでも危険を感じたら身の安全を確保することを優先させましょう。そして星野さんのような被害者を出さないためにも、野生動物への餌付けは絶対にやめましょう。ここからは余談となりますが、星野さんには妻である直子さんと、まだ当時2歳だった息子さんがいました。事故が起きた当日、朝が苦手なはずの直子さんは早くに目が覚め、リビングに向かいます。そこで星野さんに手紙を書こうとした瞬間、突然英語の不吉なフレーズが頭をよぎったそうです。なんとなく嫌な予感に襲われた直子さんは、道夫さんに何かあったのだろうかと不安になりますが、息子さんもいるため、その予感は気のせいだと思い込もうとします。しかしその日の夜、突然かかってきた電話によって星野さんの死を知ります。星野さんが番組の撮影のためにロシアのクリル湖畔へ向かう朝、直子さんはいつも通りに行ってらっしゃいと見送っただけでした。また星野さんは息子さんが生まれた時から世界を飛び回っている自分についてくるのは得策ではない。海外で長期間過ごしてしまうと日本の心を忘れてしまうかもしれない。まだ子供の柔軟な心のうちに一時期でもいいから日本で豊かに暮らしてほしいと直子さんに話していたそうです。遠く離れた場所からも星野さんが息子さんを愛していたことが伝わります。突然の星野さんの死を受け入れることもままならない状態で、星野さんの最後の様子をテレビスタッフたちから聞く直子さん。しばらくは気持ちの整理がつかないため、星野さんの友人らが直子さんと息子さんの生活をサポートしていたそうです。それから月日は流れ、アラスカの海で星野さんと同行していた凛さんが、星野さんの遺作である森と氷河とクジラを出版。その本を凛さんが直子さんに渡しに来た際に、凛さんは直子さんに、あのクマを許せたのかと尋ねました。その問いかけに対して直子さんは、クマを許せないと思ったことはないと答えます。なぜなら、直子さんが星野さんを迎えに行った時の彼の表情に苦痛の影が全くなかったから。もちろん事故の直後はクマを映像でさえも見ることはできなかったそうですが、あのクマのせいではなく、人間が餌付けしてしまっていたという環境が悪いと直子さんは分かっていました。普通ならクマを嫌いになってもおかしくない痛ましい事件ですが、直子さんがクマを許せたのは、星野さんと直子さんにとってクマが身近な存在だったからかもしれません。とここまでが
星野道夫ヒグマ襲撃事件の全貌です。星野さんは亡くなったその後も素晴らしい写真家として多くの作品を発表しています。1997年にはもともと出演予定だった映画地球交響曲第3番の第1部に追悼を主題として交流があった人々が紹介され、2006年には高校向けの文部科学省検定済み教科書に偉人の一人として紹介されました。また同年には NHK で星野さんの特集が組まれ、2016年には没後20年特別展星野道夫の旅という写真展が全国で開催。2018年には NHK の BS1 スペシャルで父と子のアラスカ星野道夫命の旅が放映されました。さらに事件後の2005年に発売された星野道夫と見た風景は星野さんの妻直子さんが執筆。星野さんとの出会いからあの悲しい事件が起こるまでにあった思い出話や写真などを書き記しました。死後もこれだけ多くの方々から愛されていることから星野さんの人望の厚さが伺えます。ということで今回は星野道夫ヒグマ襲撃事件について解説しました。今回の内容が勉強になったと感じていただけましたら、ぜひ高評価をお願いいたします。今後もこのチャンネルでは過去に起こった様々な悲惨な事故を紹介していきますので、そのような内容に興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。